聖母教会の上空からの写真メディアを再生する聖母教会地図聖母教会はドイツ東南部ザクセン州のドレスデンにある福音主義キリスト教会であるドイツ福音主義教会を構成するザクセン福音ルターハ州教会に属している教会の建物は第二次世界大戦中のドレスデン爆撃を乗り切ったものの完全に焼損し 爆撃の翌日に崩壊した。しばらく放置されていたが、1985年に、かつての敵同士の和解を象徴する建築物として再建が決定する。外部の復元は2004年に、屋内は2005年に完了し、教会は2005年10月30日から。 プロテスタントの感謝祭である10月31日の宗教改革記念日にかけて行われた祝賀式典により再び聖別された。月に一度、ベルリンのセントジョージ英国国教会の牧師による番頭が英語で執り行われる。聖母教会と史上聖母教会は、ザクセン選定校、フリードリヒアウグスト一世が、ローマカトリック教会信徒だったにもかかわらず、 福音主義教会の大聖堂として建築された。最初のバロック様式の教会は1726年から1743年にかけてドレス電子の大区長、ゲオルク・ベアの設計で建築されたが、彼は最高傑作の完成を見ることなく、この世を去った。ベアは、教会の祭壇、後壇、洗いラ,ライバンを全神との真正面に配置する。 独創的な設計をし、それによりルターハン福音主義教会典礼の新しい精神を捉えた。1736年、巧妙なオルガン製作者、ゴットフリート・ジルバーマンが3段の手剣板と43のストップを備えるオルガンを製作した。オルガンは11月25日に奉納され、12月1日に、ヨハンゼバスティアン・バッハが独創会を行った。 聖母教会教会は、高さが91.23メートルで、縦方向が50.02メートル、横方向が41.96メートルある。外観で、最も特色があるのが型破りなドームで、底部の直径が26.15メートル、上部は約10メートルで、石の釣り金と呼ばれた。ミケランジェロのサンピエトロ大聖堂のそれに匹敵する、技術的解釈である。 聖母教会の1200トンの砂岩製のドームは内部の支柱を伴わずに喫立していた。当初疑問視されていたにもかかわらず、このドームは極めて安定していることを証明した。1760年にドームは7年戦争中、フリードリヒ大王を率いるプロイセン軍によって発射された100発以上の砲弾に被弾したことが確認された。砲弾を跳ね返し、 教会は危機を切り抜けたのである。完成した教会は、ドレスデンの街に特色あるシルエットを与え、ベルナルド・ベルロットによる有名な絵と、ノルウェーの画家ヨハン・クリスチャンダールの月光のドレスデンによってそれは捉えられた。1849年には、教会は5月放棄として知られる革命の騒乱の中心となった。聖母教会はバリケードによって取り囲まれ、 すでに逃げられない反乱分子が、教会内で一網打尽になり逮捕されるまで戦いは続いた。200年以上もの間、ベルの形をしたドームは、コトドレス電池平線を見下ろし、そびえ立っていた。この教会の被壮者には、ハインリヒシュッツとこの教会を設計したゲオルクベアが、含まれている。聖母教会の廃墟手前の標識は、 崩落の恐れがあるため立ち入り禁止保管されている、聖母教会の廃墟の石材1945年2月13日、英米同盟軍はドレスデン爆撃を開始した。聖母教会は二昼夜の攻撃に耐え、巨大なドームを内側から支える八本の砂岩製の柱は、都市に投下された約65万の焼夷弾の熱にさらされる中、 教会の地下制度に避難場所を求めた300人の避難者が退避するまで持ちこたえた。教会の周囲と内部の温度は摂氏1 0 0度に達したという。2月15日午前10時、ドームはついに倒壊した。柱が真っ赤に輝き爆発し、外壁は粉々になった。6000トン近い石材が崩れ落ちて堅牢な床を貫通し、床自体も陥没した。 祭壇とオリーブ山にあるゲッセマネの園でのイエスの苦悩を描いたヨハンクリスティアン・ファイゲによるレリーフは爆撃と教会を破壊した火災の間部分的な損害を被っただけだった祭壇と内陣はそれぞれ壊れずに残った特徴のほとんどを止めた彫刻の破片が瓦礫のもとに渦もれた聖母教会は ドレスデンの輪郭から消え、黒ずんだ石材は、今日東ドイツとして知られる、共産主義政権の統治下で、45年監視の中心部に積まれたまま放置された。第二次世界大戦の終戦直後、ドレスデン在住者は、教会の破片の石を回収し、将来の復元に用いるために番号を振った。またそうした再生に向けた市民の感情に配慮した。 当局は駐車場を作るために廃墟を片付けるという考えを思いとどまるのである。1982年、廃墟は東ドイツの体制に対する平和裏な抗議行動と結びついた平和運動の場となり始めた。爆撃記念日には花とろうそくを持った400人のドレスデン市民が静かに廃墟へやってきたが、これは東ドイツにおいて高まりつつあった。 市民権運動の一部となった。1989年までに、ドレスデンやライプツヒ、その他の地域の抗議運動者の数は何万人にも、なり、東西ドイツを隔てるベルリンの壁は崩壊した。これによりドイツ再統一への道が開いたのである。教会を再建しようという意志は、第二次世界大戦が終わる最後の数ヶ月の間、すでに存在した。しかし、 東ドイツの政治的な事情により再建は遅れ、中断するに至った。聖母教会の瓦礫の山を含むドレス電子の中心部は戦没者記念碑として保全されることになったが、これは1940年にドイツの爆撃により破壊され、イギリスの戦没者記念碑とされたコベントリー大聖堂と対を成すものと位置づけられた。廃墟が劣化し続けたため、ドレス電子は、 ゼンパー・オーパーの復興がようやく完了した1985年、聖母教会をドレスデン城の再建の後に建て直す決定をした。ドイツ再統一後、活動は再燃した。1989年、ドレスデンの著名な音楽家、ルードヴィヒ・ギュトラーをリーダーとする14人の熱心なグループは市民機構を結成した。このグループが1年後、 聖母協会復元となったが、これは積極的な個人の資金調達活動から始まった。この団体はドイツとその他の20カ国で会員が5000人を超えるまでに成長した。ドイツで同系列の援助グループが結成され、国外でも宣伝活動を行う組織が3つ設立された。再建計画は勢いを増した。何百人もの建築家や美術史や そして技術者が新しい建築物に再利用するために、それぞれの破片を識別し、不評をつけ、数千もの石を分類した。彼ら以外のメンバーは資金を調達する仕事に従事した。ドイツ生まれのアメリカ人、ギュンター・ブローベルは、少年の頃、難民となった彼の一家が爆撃される数日前に、 ドレスデンのすぐ外の町に避難した際、聖母教会のオリジナルを見ていた。1994年、彼は、ドレスデンの美観及び、建築遺産の再建と維持の援助を目的とする、アメリカの非営利団体、フレンズ・オブ・ドレスデンを設立し、代表取締役に就任した。1999年、ブローベルは、ノーベル生理学。 医学賞を受賞したが、獲得した100万米ドル近い賞金を、ドレスデンの修復へ、聖母協会の再建と、新しいシナゴーグ建設のため会社に、全額寄付した。これは再建計画へ寄せられた個人の寄付の、最高額だった。イギリスでは、ケント校を、王室の講演者とし、コベントリー総主教を、責任者とする、ドレスデントラストが創設された。 コベントリー大聖堂の名誉司祭で、ドレスデントラストの創設者、ポール・オーストライカー博士は、聖母教会は、ドレスデンにおいて、ロンドンのセントポール大聖堂のような存在なのだと記した。数ある、国外援助団体の中には、フランスのパリ聖母教会会やスイスのスイス聖母教会有の会が含まれた。聖母教会再建の費用は1億8000万ユーロだった。 ドレスデン銀行は、献金証明書キャンペーンによって、これの半分以上の資金を調達し、1995年以降も7000万ユーロ、近くの募金を集めた。また、ドレスデン銀行は、100万ユーロ超える、従業員の寄付を含む700万ユーロ以上を、寄贈した。長年にわたって、聖母教会の、小さな石の破片を封入した時計が何千個も、販売されたが、 それには特別な気章が印刷されていた。ある出資者は230万ユーロ近い金額を、聖母協会の石の破片を記念品として販売する、ことにより賄った。資金は再建の志向主体であり、ザクセン州を呼び、ドレスデン市、ザクセン福院ルター派協会の支援を受ける、ドレスデン聖母協会基金へ引き継がれた。聖母協会の北側の様子。 爆撃から残った最大の遺構を取り入れている部分である。クーポラを建設中の聖母教会1993年1月、教会建築技術者イベルハルト・ビュルガーの指揮のもと、ゲオルクベアが1720年代に用いた計画を使った再建がついに始まった。土台は1994年に築かれ、1996年に地下聖堂が2000年には、 クーポラの内部が完成した。ドームを除いて、教会は可能な限り現在の技術の助けを借りながら、オリジナルに用いられた建材と設計に基づいて、再建された。瓦礫の山は記録され、一つ一つ運び出された。それぞれの石が最初にあったおよその位置は、堆積物のどこにあったかで測定が可能だった。使用可能な破片は計測され、目録に記録された。 石を三次元的にモニター上で様々な配置で動かすことができるコンピューター画像化プログラムは建築家がオリジナルの石がどこに置かれどのように組み合わせられていたかを見つけるのを支援するために使われた。再建には何百万もの石が使われた。8500を超えるオリジナルの石が教会から回収されたがおよそ3800が再建時に利用された。 火災によるダメージと風化のため、古い石はより暗い色の六章に覆われており、再建の数年後には古い石と新しい石の違いが、はっきりと現れてくることとなる。オリジナルの祭壇の破片2000個は、洗浄されて、新しい祭壇の一部となった。建築家たちは何千枚もの古い写真や、 礼拝に散列していた人たちや教会当局の記憶、そしてボロボロの古い発注書を頼りに、モルタルや塗装に用いられた顔料の品質を詳細に調べた。18世紀当時は屋内の彩色に大量の卵が用いられたが、主な目的は発酵させるためであった。入り口の多くのドアを複製するときには、建築家は扉の彫刻の細部について、 曖昧な記述しか得られていなかった。教会を訪れた人々、特に結婚式の参列者は、教会のドアの外側でポーズを取ることがしばしばであった。ため、建築家たちは市民らに古い写真を提供するよう、要請し、結婚式のアルバムなどが提供された。これにより当初のドアが再現された。金メッキを施された新しいオーブと十字架は可能な。 限り18世紀の技術を用いて、ロンドンのグラントマクドナルドで誕生された。十字架は、ロンドン出身のイギリス人、金細工職人、アラン・スミスによって制作されたが、彼の父フランクは、ドレスデン爆撃に参加した、航空機搭乗員の一人であった。十字架は、ドレスデンへ旅立つ前に、コベントリー大聖堂、リバプール大聖堂、エジンバラのセントジャイルズ大聖堂、 ロンドンのセントポール大聖堂を含むイギリス中の教会で5年間展示された。2000年2月、十字架はケント公によって正式に贈与され、リーデー記念60周年の数日後にあたる2004年6月22日にドームの上に取り付けられ、聖望教会の外装が完成した。戦後初めて完成したドームと金色の十字架は数世紀前のように優雅に、 ドレスレンの空に輪郭を描いた。かつてドームの上にあり、今は焦げてねじれてしまった十字架は、新しい祭壇の右側に建てられている。新しい七つの鐘が、教会のために鋳造され、2003年の精霊降臨祭で初めて鳴らされた。ほぼ完成した聖母教会。歴史的な建物の輪郭を描き、そびえ立っている。 内人ジルバーマンのオルガンのレプリカは制作しないことに決定した。これはドレスデンオルガン論争を引き起こす結果となったが、それは新しいオルガンが全く現代のものになるという誤解に基づいていた。パイプが4873本あるオルガンがフランスのストラスブールでダニエル・ケルンによって制作され、2005年4月に完成した。 ケルンのオルガンには、ジルバーマンのオルガンの音線一覧にある、ストップすべてが装備され、それらを再現しようとしていた。またストップには追加されたもの含まれており、特に4番目のスウェル鍵盤は、バロック時代以後に、オルガンのために書かれた19世紀の楽曲のスタイルに適したものであった。爆撃を生き延びた、改革者で、新学者のマルティン・ルターの銅像は修復され再び、 教会の正面に建てられたが、これは彫刻家、アドルフ・フォン・ドンドルフ1885年の作品である。世界的に有名な建築物を再建しようという努力の集約は2005年に完了したが、これは当初の計画より1年早く、また2006年のドレス電子800周年に間に合うこととなった。西部教会は、 宗教改革記念日の前日の祝祭とともに再び公開された。再建された聖母教会は人々にとって希望と和解の歴史を象徴する記念建造物である。聖母教会では毎日の祈祷と日曜日に2回の礼拝が行われている。また、2005年10月から2010年まで、 ドレス電子庁舎内のドレス電子立博物館で聖母教会の歴史と再建について展示されている。ドームの天井が祭壇再建後の公開以降、聖母教会は大変人気のある観光地となった。公開後の最初の3年で700万人の人々が教会を訪れた。再建はヨーロッパ中の他の再建計画に刺激を与え活性化させた。教会では キリスト教の礼拝も再び行えるようになった。2009年には、アメリカのオバマ大統領とドイツのメルケル首相が、グリューネス・ゲベルベでの会見の後、この教会を訪れた。聖母教会の再建に批判がないわけではなかった。古い建築物に使われていた炎で損傷した、現物の石が再利用されたものの、それらの大部分は、コンピュータープログラムの助けを借りて、 適宜配置された。これが聖母教会と教会に込められた追悼の意に関する興味深い哲学的な疑問を喚起した。そしてこの教会が建築当時の方法ではなく、高度なコンピューターモデリングツール家中を代わりに使って再建されたことが、ついには古い建築物を実際に再建することは何を意味しているのかという疑問を引き起こした。 ありがとうございます。